こんにちは。サポートプラン塩田です。本日のお題は、塀と擁壁の違いっていうことになりますね。塀っていうのは、よく街中で見られる連続した囲いのことを塀と言います。区画を間仕切る連続した囲い。で、目的は目隠しですね。人の視線を遮る。通行人や隣の人とやっぱ目が合うと、ちょっと毎日ストレスがかかるということで、目隠し、視線を遮る。そして侵入の防止ですね。人が入ってくるものをわざわざ塀を乗り越えてまで入ってこないだろうということ。あとは、暴風ですね。風を遮る。まあ、よく風が吹く地域、海沿いなんかは結構そういうものがありますね。それと、動線の明示ですね。まあ、道聞いたら、そこの壁伝い行ったら、お家の入り口あるよとか、まあ、そういうような言葉があるぐらいですから、動線の明示をする。あと、境界線の明示ですね。人の所有の土地と、隣の所有の土地、こことここの間に杭を打っていた。でも、まあ言うたら、いずれ何十年もそれが永続して杭が存在し続けるかというと、ちょっと疑問点が生じますね。そこで、塀をきちんと仕切ってしまうと、永続性のある何十年、ひょっとしたら100年ぐらい持つようなきちんとした区画ができるということで、境界のトラブルを防ぐという目的もあります。で、構造は、木の塀ですね。木造の塀。あと、石の塀もありますね。そして、レンガ作りの塀もあります。工場なんかね、レンガのね、塀とかあるところもあります。そして、空洞ブロック塀。CB って言うんですけど、よく港南とかで売ってるね、ブロック塀を積み重ねて、塀をしている。あと、鉄筋コンクリート塀。これが一番頑丈ですね。型枠を組み立てて、中に鉄筋が組んであって、そこにコンクリートを流し込んで、塀を作る。レインフォーストコンクリートの訳で、R と C を取って RC 作りって言うんですね。で、高さは 2.2 メーター以下が規制されてるんで、それ以上高かったら塀はちょっと危ないので作ってはダメですよという決まりがあります。では、これが塀の大体の概要ですね。次は擁壁の説明をします。擁壁は高低がある土地の段差を整える構造物、すなわち区画を段差があってもちゃんと区画しますよという構造物なんですね。目的は、ここに低い土地があります。ここに高い土地があります。これを土で成形すると、この部分がどうしても斜めになっちゃうんですね、この部分。この部分は安定勾配、すなわち安息角、土によってきちんと持ちこたえれる角度を持って整えると、ここの部分が使えない、要は有効活用できないということになりますね。そこと、あとは雨が降ってじんわりここが土が流れていって、亀裂が入ってぐっとえぐれて、縁故滑りを起こしたり、地崩れを起こす可能性があります。そこで、このような台形の擁壁を作るわけですね。そして、背面を天板いっぱいまで埋め立ててあげて、前はコンクリートで覆われていますので、ぐっと下げて団地を堅固な地盤にして作ることができます。これは生コンクリートでできていますので、この擁壁を重力式擁壁って呼ぶんですね。名前の通り、台形の重りみたいなやつを築造して、重さで背面のド圧から守るというような構造となります。そしてもう一つは、L 型擁壁ですね。このように、ベースを打って、中には鉄筋がたくさん入っているんですね。そして縦壁を打って、L 型の形状にしてあげる。で、こういうふうにド圧がかかった時に、
こう転びにくいように下のベースがこう背面側に飲み込んでるんですね。で、なおかつこの上に土が乗ってるんで重し代わりになるんでなかなか倒れづらいってなりますね。これを L 型擁壁っていうんですね。で、L 型擁壁と重力式擁壁では、L 型擁壁の方が高価で、構造的にもしっかりしている、また高い土にも高低差にも耐える構造物となっています。ただ重力式擁壁はかなりポピュラーで、よく街中で見かけたり宅地などで使われていることが多いですね。どちらとも建築の宅地には L 型擁壁か重力式擁壁かというぐらいの擁壁の2大パターンが多いです。また土木の構造物では石積みやブロック積み擁壁、あとはもたれ擁壁、井桁擁壁、あとは逆 T 擁壁とか、まあ多種多様な補強土壁構とかね、多種多様な土木には擁壁があるんですけど、まあ一般の住宅や宅地で出会うたこの2つが一番多いですね。この2つがそういうような擁壁の言うたら用途をしているということですね。構造はもう両方ともコンクリート作りです。塀のようにいろいろ種類がないんですね。コンクリートで作るのでコンクリート作りが多いですねっていうことですね。では次に、輪切りでどのような差があるかということを分かりやすく説明していきます。こちらが塀ですね。塀、分かりやすく断面図、輪切りをした状態ですね。前の土と後ろの土が同じ高さで、言うたら、まあ、地面から出っ張っていく。で、少し埋まってる。こういうのが塀っていうことになりますね。これで先ほど説明した用途をクリアできるような構造です。まあ、簡単に言えば地面から突き出してる。擁壁の場合は、一番上の天場、頭の一番てっぺんまで土を埋め立ててあげて、土を背面に埋めることができる。そして前は低くして高低差を整えることができる。これが重力式擁壁。L 型擁壁も同じですね。要は擁壁というのは背面の土を構造物の天場まで、土を埋め立てることができることを擁壁って言うんですね。で、擁壁と塀っていうのは全然構造のごつさが違って、擁壁の方がものすごく大きいですね。で、作るのも工費もかかりますし、撤去するのもね、前も掘らなあかんし、後ろも掘らなあかんし、そして大きいのをで小割りして、解体しなければならない。これも一緒ですね。前も掘って後ろも掘らなあいけないので、撤去するのも擁壁と塀ということになると、こちらの方が圧倒的に工事代金が高いということになりますね。これが塀と擁壁の違いなんですね。案外ね、皆さんね、塀と擁壁って簡単に言うんですけど、擁壁っていうのがね、どういうような構造物、塀っていうのがね、どういうような構造物っていうのがね、一般の方々はね、見てよう似てるんやけど何が違うんかなっていうのは、こういうことなんですよっていうことを、ちょっとでもね、分かってもらったらいいかと思います。以上です。